今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。やっとあったねこれ、はい、なかなか合わなかったなオープニングね。私夢でたまにですよ、はい、すごい豪邸に住んでて、あ嬉しいって思ってわってみたら、あ現実は違った夢かよっていうことがたまにあるんですけど、理想はこれなのに現実は違うぞってことってありますか。いやハワイに行った来てるんだと思ったら違うところでな、プールの前かなんかにいたりしてからするっていう、そういうことよりも、いやいっぱいありますね。まず理想を求めてまず一歩踏み出さないとっていう、でも踏み出した瞬間にどこかなとかって思っちゃう時ってあるじゃないですか。ありますね。ね現実はね違いもんね。あります。でもなんかなんとなく知らない間に振り返ってみると、あ私理想になってるじゃんって思う時もたまにありません。なんか振り返った時に、はい、頑張った。あの時思ってたことが今現実になってるみたいなの、頑張った感があったみたいな、確認するとちょっとハッピーな気分になりますよね。ありますね。ということで今回最初にご紹介する企業様なんですが、理想と現実の第一歩のお手伝いをしています、こちらの企業様です。よろしくです。皆さんはアドラー心理学というものをご存知だろうか。アドラー心理学とはオーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーが確立した心理学である。そんなアドラー心理学、さらにはコーチングを学び酔い出しコーチとして活動する女性がここにいる。自分では当たり前のことが他の方から見ると当たり前じゃなかったりする、そこに強みがあるんではないかと。酔い出しコーチ藤原綾乃、現在酔い出しコーチという自分のできているところに注目しながら理想と現実の一歩目を作る手伝いをしている藤原。そんな彼女がアドラー心理学コーチングを学び独立をしたきっかけは、自身が一人の子供を持つ専業主婦だった時に企業で働く夫の人事異動があったこと。家庭を支える主婦として藤原は心理学とコーチングを活用し自分の夫を支え、さらに子育てに必要なスキルを身につけていったという。今回藤原がコーチングで使用するカードを宮沢ミシェルに実際に選んでもらい、宮沢の内面について分析を行った。ブレない自分を作り、自分の価値観や他人の価値観を大切にするためにはどうしたらいいのか、酔い出しコーチの藤原に話を聞いた。早速なんですけども、酔い出しコーチ、そう、はい、酔い出しコーチって何ですか。はい、いきなり逆質問で申し訳ないんですけども、はい、ミシェルさんとエリさんはご自身の強みって何ですか。強み強み強み、言われると難しいね。へこたれない。素晴らしい。さすがサッカーで鍛えられた精神力そういうそれじゃダメなんですか。いやいや素晴らしいです。まず即答できることが素晴らしいです。ありがとうございます。そっか、いかがですか。いや正直私こう例えばお仕事で聞かれたりとか、はいはい、オーディションで聞かれたりとか、うん、強みって何ですかって聞かれること多いんですけど、なんだろうなっていつも思って悩みながら言っちゃってたりとかするんで、そうですよね、悩みますよね。そう、エリさんのその反応が多分多くの方の反応なんではないかなと思うんですね。これは私なりの考えなんですけれども、会社や学校ではこうできてないところに注目されて時に注意をされたり、叱られたりという機会がの方が圧倒的に多いのではないかと。自分では当たり前のことが他の方から見ると当たり前じゃなかったりする、そこに強みがあるんではないかと。なるほど、はい、思っておりまして、はい、その当たり前のよくできているところに注目をして褒めるのではなく勇気づける、褒めるのではなく勇気づける、そこの違いは何なんでしょう。褒めるっていうのは、褒められても嬉しいですよね、簡単に言いますと、褒めるっていうのは結果にフォーカスしています。なるほど、結果っていうのはコントロールできない要素たくさんありますよね、
勇気づけるっていうのはそのプロセスを、うん、あの評価するということ。そこまでに至るまでの過程っていうことですか。そうです。その積み重ねが結果だよねというそのプロセス重視か結果重視かっていう違いになります。でそこ、いやこれは違うぞ。大きく違うぞ。うんうんうん、特にスポーツの世界の中でも言えることですよね。自分にとって当たり前のことをに注目してよくできているところを勇気づけることで、うん、まずご本人に強みを認識していただく、うん、自分のね、うん、でそこの強みをさらに引き出していくっていうのが、うん、酔い出しコーチの役割となります。なるほど、うん、そうか、それは、はい、じゃあある例えばお子様にもそうだろうし、お子様方にもね、大人にもそうですよね。そうだと思います。子供だけに限ったことではなくて、うん、特に会社さんはね、今多くの企業さんが成果主義を取り入れられているので、うん、親御さんがこう褒められたり勇気づけられたりする機会ってとっても少ないですよね、うん、そうしますと、ね、夢ですとか希望ですとかそういったことが抱きにくくなってしまうっていうことも、ね、起きてるんではないかと。そういう時代になりつつあるよね、うんうん、まあ、始めようと思ったきっかけって何だったんですか。はい、私がですね、今現在3歳の子供がいるんですけれども、うん、ここに写真でね、可愛い写真が飾られてますよ。よかったね。ありがとうございます、育児が始まった時にやっぱりこう自分が親から受けて嫌だなと思っていた教育がこう、うん、ダメ出しされる教育が嫌だったんですね。それだけは絶対にしたくないと思っていたんですね、うん、でこういろんな本を読み漁ってみたものの、うん、どうもつながっていかないなということが起きておりまして、うん、子供が8ヶ月の時に、アドラー心理学っていうのをアドラー心理学学びに行きまして、はい、でなんか今までこう腑に落ちなかったことがスッと入ってきたんですね。でその中で楽しい、どういったことなんだろうね、うん、はい、特に好きな考え方が2つありまして、うん、親子の関係は上下の関係ではないと、はい、命の価値は同じだから横の関係、はい、この考え方と、ね、あと勇気づけという考え方、勇気とはそもそも困難を乗り越える活力と言われてます、うん、あ、その2つが自分の育児の支えとなりまして、うん、ただこう知ってることと学んで知ってることとできるっていうことはまた全然別なので、うん、知ってるを毎日やっているに変えたくてコーチングを学び始めました、うん、そのベースとなるアドラー心理学の2つの考え方を使いこなせるようになったら、この自分自身が自分のことを自信がなかったんですけど認めてあげることができまして、そうすると必然的に取る行動が変わってきて、ちょっと大げさなんですけど見える景色が変わってきたんですね。この考え方はぜひ広めなくてはと思いまして。ああ、もうご自身で体験されてるわけですものね、そういうことはね。自身の経験を通しても感じるのが、うん、お母さんが輝くと家族が輝くと思ってまして。なるほどね。なんか分かる気がしますね、うん、で他人との比較の中に生きてる方って、うん、お母さんに限らず多分たくさんいらっしゃるんだと思います、うん、その気持ちも多分すごく分かる、うんうん、自分もそうでした。でも自分にしっかり軸があったら人と比較する必要はないですし、うん、自分に自信があればブレない自分がいればそれはそれで OK なんですよね。自分というものをしっかり持ちながら人の意見も聞けるようになって、うん、でそこが大事なんだよね、うん、人の意見が聞けないやつが多かったりするんで、うん、人がね多かったりする自分の主張ばっかりだとか、うんうんうん、それも極端すぎるよね、はい、今回その教材で使ってるカードをお持ちいただいたということだったので、ぜひよかったらミシェルさん、何体験してみましょう。そう、体験。おお、そうか、ちょっと待って、こういういいですか、引いてみてください。綺麗なカード、うん、ね、絵がお花の、そうなんです、綺麗、可愛らしい。多分ミシェルさん、うん、とアスリートの方なので、ね、未来どうなってたらいいとかお話でも出るってくると思うんですけど、はいはいはい、日頃自分のことより、うん、お子さんのこと旦那様のことになりがちなお母様ですとお話だって出てきにくいんですよね、はい、なのでこう絵から感じることを直感で、ね、現在の状態を、はい、のミシェルさんを表すピンとくるカードと未来こうなっていたらいいなってミシェルさんがピンとくるカードを
おのおの1枚ずつ引いていただけますか。僕の今、はい、今と未来、今と未来、あ、これどうやって見て、ずっと向かって見ていく、はい、あ、ちょっと待って、どれが、あ、こういうふうに見ていけばいいのか。例えばなんですけど、うん、例えばこれは現在だとしますよね、はいはいはい、これ階段作ってるんですけど、ちょっとこれいつもはシール貼るんです、同じ絵柄の、はいはい、で例えば今これ選んでくださった2つ、こっちが未来だとしますよね、はい、でこのカードから私はこうなんでしょうね、これ落としてるんですけど、はい、なんかこう助け舟を出してる感じですよね、とか、そうも見えますね、うん、で私が感じたことをたくさんこう伝えていくんです、うん、でミシェルさんはどんなことを感じたかっていうのをこう聞いていくんですね、うん、で人によって感じ方ってすごく違うじゃないですか、うん、でそういうふうに各々感じたことの中からこう引き出していくんです、今の状態と未来の状態、なるほどね、うん、宮沢ミシェルが選んだカードについて酔い出しコーチの藤原が分析を行った。藤原が出した宮沢の分析結果は次のようになった。自分のできているところに注目する酔い出しコーチの藤原、彼女のスキルはこれからも多くの人の支えになっていくことだろう。その色合いだとかなんかじゃなくて、もう直感でいいんですもんね。そうです、もう色合いも含めてどんな音が聞こえそうとか、やっぱり VAK を使って、あ、なるほど、いろんな五感を研ぎ澄ますじゃないですけど、感覚を使っていただいて引き出していくっていうような、一つのアプローチですね。藤原さんに、はいはい、今後の目標をお伺いしたいんですけれども、はい、やっぱり良いママより幸せなママをたくさん増やしていきたいなと思いまして、まあ、良いママより幸せママのメソッドを作ったので、それを私は今千葉県柏市を中心として活動してるんですけども、はい、せっかくインターネットが発達しているので、うん、オンラインでも展開できるように、子育て中のね、もうちっちゃい血のみを抱えたお母さんたちにも体験していただけるように、ウェブでも展開できるようにしていきたいなと思っています、はい、最後になりますが格言をお願いします、はい、格言、そんな大それたものではないんですけど、妻として母として自己実現70点で、東大のセンター入試でも1000点満点中850点ぐらいなんですよね、って考えたら、別に100点取りに行っていい妻であろうとか、いいお母さんであろうとか、できる自分であろうとか、そこまで意気込まなくてもいいんですよね。で70点がこうコンスタントに出せるバランスを大事にしながらしたいなとそんな考え方で、なんかこうお母さんたちにも言ってほしいなと思っております。少しこう余裕をみんな持たれて、慌てないで、慌てるからイライラしたりするんですもんね、たくさんの事件がいっぱい起きる中で、先生のお話を聞くと、はい、ふっと心の拠り所ができたりね、するんじゃないかなと思います。本当にこれでもいいんだと思いますね。とも今後ともたくさんの話を皆さんに お聞かせください、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ、ということで続いてご紹介する企業様なんですけれども、といつもと違う登場をしてみたんですが、はい、驚きました。いきなり前からかぶったぞみたいな失礼しました。やっぱりね、新しいことをしたいときには古いものを壊していかなきゃいけないんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、はい、はい、ということで次の企業様なんですけども解体作業、消音効果のあるオリジナル工具の販売などを行っているこちらの企業様です。広島県の東部に位置する福山市、ここに建物などの解体作業に使用するオリジナル工具、特殊工具の研究と開発、販売を手掛ける企業があるという。私は壊して終わりじゃなくて、壊した後は補修工事というか直すわけですから、直す時にいい状態を作り出す。
ただ壊す会社ではなく、次の仕事のためにいい状態を残していく会社っていう軸がありますので、そこがちょっと違うところかと思います。既成概念にとらわれない作業環境の改善に取り組む株式会社吉岡システム代表取締役吉岡弘信。この筒状の装置、実は吉岡が考案し開発したコンクリートブレーカーレボリューション、通称 CBR マフラーという、これまでにない画期的な消音器である。この CBR マフラーをコンクリートブレーカーという解体工事などの工事現場で使用される機械に装着するだけで、解体作業中に発生する騒音を抑えることができるという。すでに JR 東京駅丸の内耐震改修工事に使用されるなど、 CBR マフラーは多くの工事現場で使用されている。また吉岡は工事現場で発生するホコリ・粉塵対策としてイージークリーンという集塵機を開発・販売するなど、工事現場の作業環境を改善するさまざまな装置を生み出している。さらに今回、ブラストと超高圧水の長所を併せ持つというハイブリッドブラストという吉岡オリジナルの検索工法についても紹介する。従来の概念にとらわれない作業環境を改善し、新しい製品を次々と生み出していく吉岡の発想力、原動力は何か、吉岡に話を聞いた。今は広島と東京に会社があると、はい、そうですね、はい、で開発もされて、開発に携わるっていうのは、それはもう自分本来からそれが好きだったとか、はい、そういうことが好きだったとかっていうことなんですか。そうですね、もちろんつながりはね、親とのあれはあるんでしょうけども、うん、そうじゃなくてご本人様が、そうですね、うん、ものをやっぱこの考えて自分で作るのは好きだったんですけど、うん、でもやっぱり自分がここまでその消音機っていうのを作るって決めて、うん、で形にするまで5年間かかったんですね、うん、でまあそれは先輩30で社長になったので、年配の50、60の社員さんがいっぱいいて、やっぱ30で社長になったら向こうの方からしたらね、うん、若い社長であんまり、そうですよ ね、 ね、よく思われませんよね、なんか先輩後輩じゃないですけどね、もう口の聞き方も難しいですしね、話し方もね、でまあ非常に非常に楽しい目にあったわけですよ、うん、もう上の方からのいろんな目線があり、うん、だから私はそこで、うん、ね、口で言っても仕方がないので、うん、それは何か形にしたいっていうのがあって、うん、でどうせやるんだったらみんながね、音なんとかならんのかと、うん、このバリ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 うるさいやつ、あれなんかなんとかならないのっていうのをよく聞いてたん で、はい、でそれをちょっと形にしようで5年間頑張って、で特許取り、国土交通省の番号を取り、2012年には国の機関でもナンバーワンの評価をいただいて、すごい、まあ、そうですね、インターネット上で販売させてもらった、インターネット上で、はい、いやこれはコンクリートだね、はい、ここにももう一つその大きな、こちらは、これが、はい、今言ってた、はい、そのコンクリ消音機なんです。あ、はいはい、へえ、これを開発されたんですか。そうです、これがだから、ね、はい、こういうコンクリートを壊す立って使う、はい、あの大きい、はい、機械に、うん、知ってるのはそこですからね、はい、そうです、そうです、うん、これにつけるんですか。そうです、これに下からこうカッパッとつけて、でこれをつけることで、実はこれ中身見てもらったら分かりますけど、はい、空っぽなんですね、はい、これですよね、これ何も入ってないんです、ね、うん、もうバラーってね、はい、通ってんですもんね、はい、でなぜこれで静かになるかって言ったら、うん、もう空気の流れ、うん、これ実は音がうるさいんじゃなくて、空気の速度が速すぎて、時速300キロぐらいで空気がバン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 出てるから、うん、うるさかったんで、それをこう回転させて、この出口がこういう形になってますから、うん、中で回転させること、音を反射させること、でここが緩衝材みたいにもなってますけど、これ面白いものですよね、これね、そうです、ゴムのようななんか特別なあれのような、そうですね、これは結構特殊な素材を使ってまして、でこの組み合わせになるまでもう現場で、ね、使ってもらったら大きさが大きいだ、ちっちゃいだ、これじゃあ力が弱すぎるだを、もう日々うちのスタッフに鍛えられ憧れるね、でもこういう開発に携わる人っていうのは、そうですね、すごいですね。で、あとこれ、ここの先っぽをこう変えることができるんですね、こんな感じで、でこっちだと、うん、
打撃力を極力維持したまま静かにする でこっちは打撃力がある程度落ちますけども限界まで静かにさせるって感じで。やっぱ音なんだね。そうですね。でまあ、こういう感じの発想してるのはうちだけなのと、やっぱり現場でうちのスタッフが使ってるから、やっぱりこう使えないものって同じ社内だから好き放題言われるんで、こんなもん作ってどうすんだよ、全く使えねえとかって言われるんですか。そうそれを言われ続けたんで、まあね、そのうち文句言わなくなったらから、まあ、この辺がバランスいいとこだなっていうのでね。そういう開発グループは何人もおられるんですね。いや、もう基本私だけです。こもってる音がするから、こもってるやることじゃないけども、で他社の方と組んではいますけど、社内では私で、はい、私とこの形を作ってくれる方だったり、私とこの素材を作ってくれる方だったり、でその3人が一緒に話したりだとか。だから私は小さな会社だけど、小さな会社と小さな会社と小さな会社組んだら、それはそれでチームができるので、サッカーじゃないですけど、ね、自分の得意なとこ得意なとこ得意なところを組み合わせて何社かで作り出してるって感じです。この子なんていうお名前なんですか。これはね、 CBR マフラーっていう名前なんです。 CBR マフラー、はい、C がコンクリート、 B がブレーカー、はい、で R がレボリューションで、コンクリートブレーカーに革命を起こす消音器を作ろうと思ったんで CBR マフラーで。なるほど、はい、この CBR マフラーの他にも2つ、うん、はい、特徴とされているところがあるとお伺いしたんですが、うん、そうですね、はい、さっきちょっとここにコンクリートの塊がありますが、はい、これ要は打撃で壊すとこういうふうにデコボコになるわけですね、はい、でこのデコボコになったところの、これちょっと見ていただくと、はい、こっち何にもしてない壊した状態です、はい、こっち石がたくさん出てると思います。はい、出てますね。全然違いますね、はい、要はここに高圧水って言われる時速3000キロぐらいで水をバーッとぶつけると、はい、このセメントって言われてる白いとかグレーのところですね、はいはい、このグレーのところが取れてこんな状態になるわけです、うん、はー、これが今私が東京に来ていろんなところにちょっと PR している、うん、その小水量ウォータージェットって言って、うん、1分間に 2.5 リッターぐらいペットボトル1本ちょっとの水を1分間かけて時速3000キロでぶつけることでいろんなものを剥ぎ取れるんですね。はあ、なるほど。じゃあ明らかにこれは違う、こっちを求めてるわけですね。そうです、こっち側を。そうです。これだと次の仕事がやりやすいとか何かあるんですか。はい、そういうことです。何が違うかといったら、はい、これ打撃で壊すと、ここコンクリがもともとこのもうちょっとあったわけですけど、はいはい、壊しました。で綺麗に取って掃除したつもりなんですけど、はい、実は打撃を与えたところってよく見てもらうとひびが入ってます、はい、いろんなところに。本当だ、はい、でこれ目に見えたひびだけではなく、これはみんな知ってると思うんです。あ、ひび入ってるよね、しょうがないよねって思うけど、実はこの石の周りも全部振動が加わってるから、ほんの少しですけど脆くなってるんです、はい、そこに水をかけるとこのグレーのセメントが取れて、うん、まあ、石が出るわけですが、はいはい、見た目はですよ、はい、こっちの方が後々やりやすいように見えるよ、ね、削れてますからね、削れてしょ、このまんまフラットでね、はい、ところが実際は耐久性も含めて、うん、こちらの方が次に取り掛かりやすいんだね、うん、これね。このセメントって言われてる、このコンクリートってからこうグレーじゃないですか、はいはい、このセメントはどこにくっつくって言ったら、この石にくっつくんですから。はー、そうだよね、なるほど。上 の小麦粉にはくっつかないもんね、はい、確かに。そうなんです、そういうことなんです。それを取りましょうっていうのが今もう一つやってるその小水量ウォータージェットと、はい、でもう一つがあのモイスチャーブラストって言って、これは海外の特許機材なんですけど、それは今度はサビを取るとか塗装を取るとか、そういうのを得意としてて、それを要は超高圧水っていう水で削った方がいい場合と、はい、モイスチャーブラストって言ってこの砂とか中に物を入れてぶつけるんですね、あえて物を入れてぶつける、ぶつける。でその2つを併用して使うっていうのが今ハイブリッドブラストっていうので、今私が進めようとしているやり方なんですね。はあ、でこのハイブリッドブラストっていう考え方は何かって言ったら、今まで日本でやってるのはこの打撃で壊すと振動を与えて表面が脆くなります、うん、はい、それが嫌だから打撃使わないで高圧水でコンクリート壊しましょうってやってるところがあります、はい、そうすると、そうなんです、もう多分テレビでも皆さんも多分超高圧水とか、ね、はい、ウォータージェットって聞いたことあると思うんですけど、はい、実は手で壊すのに比べて、うん、ウォータージェットでやるとちょっとまあ一概には言えませんけど50倍から70倍コストかかります。
あの膨大な差です。あるんだ。ありえないね。できないね。そうですね。ですからウォータージェットが高いのは1日に10トン近い水を使っちゃうんで。そんなに使うんですか。そうだよね。ずっと。じゃあ打ち続けるわけですね。そうしたらそれが全部廃棄物になっちゃいますから、はい、水も使うけどその廃棄物の汚水処理も大変なんです、うん、あ、なるほど。であと他にその高圧水でやる人っていうのはうちは水しか使わないから余計なゴミが出ないからいいですよって言ったりするんですね、うん、で先ほど言ったブラストっていうのは砂とかを吹きつけるから、ね、その削った錆とか塗料以外に砂もゴミになっちゃうから、水の人はあの錆とか塗料とか最低限しかゴミになりませんよ、うん、でもブラストは検索剤がたくさん使っちゃいますよって、うん、で要はウォータージェットやってる人とブラストやってる人はライバル関係なんで、はい、うちはこっちの方がいいって、うん、うちはこっちがいいって言ってるんですけど、うん、私やってるハイブリッドブラストというのは適材適所で両方使おうなんです、うん、なるほど、わかります、うん、実はそういう発想してるとこってほとんどないんです、うん、あ、どちらかに偏ってしまう。そうなんです。はあ、素晴らしい、うん、で、ね、もう一つがこの打撃で壊すと振動を与えてコンクリ弱くなるから超高圧水にしましょうって言ってるけど、うん、私は打撃で壊した後に高圧水を本当に少ない水をかけましょうっていう、うん、だから昔のウォータージェットが1分間に20リッターぐらいは使うんですけど、うん、うちのは1分間に 2.5 リッターぐらいですから8分の1ぐらいなんで、で、まあ、それをちょっと進めていってます。今後の目標についてお伺いできますか。はい、今後の目標はもう本当にこういうコンクリートを打撃で壊した後は、はい、その小水量ウォータージェット、それを使ってきれいにするっていうことを、うん、もう本当に建設業の常識にしたいと思ってます。はい、では最後になりますが、はい、吉岡さんの格言をお願いします。そうですね、私あの心機一転っていうあれ心構えを変える心機一転ではなく、うん、私が意識しているのは真実の真に軌道の木道筋の車書いて9ですね、はい、で1はそのまま天は発展の天で伸びるっていう字なんですけど、だけ私は本当の道筋を0から1で作り出してそれを伸ばしていく、だからこれっていいよねっていうのを作り出してどこまでも広げていくっていうことをやっていきたいと思います。素晴らしいね、はい、本当に広島で開発して、はい、福山で開発して、はい、東京でチャレンジして使ってもらうというね、はい、そういうルートも本当にもうずっと熱くできていくように、はい、いやお祈りしてますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。相続税が課せられなくても人が亡くなれば相続は必ず発生します。相続税から逃れることはできても相続争いに巻き込まれる可能性は誰にでもあり得るのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、まだ間に合う揉めない払いすぎない相続の備え。この本を書いたのはランドマーク税理士法人代表税理士の清田幸寛さん。この本では清田さんが相談を受けた相続対策8000件を超える実例と一目でわかる相続の仕組みや相続対策の方法を紹介しています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。